では変わってはエリアの話題をお届けしますわが町レポートのコーナーです。今日の3本こちらです。干支の引き継ぎ式、それから第26回宮崎県武道振興演舞大会、森のクリスマスツリー、12月にぴったりの話題ですね、はい、どうぞ。宮崎市フェニックス自然動物園で毎年恒例の干支の引き継ぎ式が行われました。動物園が、まあ、動物に関わるイベントの一つとして行っております。この干支の十二支を通していろいろ動物のことについて、皆さんが、興味を持って少しでも知っていただければなと思って行っております。式の始めに出口俊久園長が2年連続でフラミンゴのヒナが孵化した出来事などを話し、今年を振り返りました。続いて今年の干支ヘビの青大将が見守る中、無事に巻物が引き継がれ、来年の干支である馬科の動物シマウマさんが今年の流行語を交え巻物を読み上げました。どんな感じだろう。日本の流行は今ですということで、みんなが頑張ったらジュジュジュと驚くばっかり。式の後は訪れた家族連れが記念写真を撮ったり、芝生広場でポニー乗馬をするなどして楽しんでいました。面白かった。楽しかった。楽しかった。面白かった。来年は年女なので頑張っていきたいと思います。今年も残り1ヶ月、来年も皆さんにとって良い年になるといいですね。宮崎県武道館で第26回宮崎県武道振興演舞大会が行われました。開会式では河野俊嗣県知事が日頃の鍛錬の成果を発揮してほしいと挨拶した後、長年にわたって武道の普及振興に尽力した功労者3人が表彰されました。張り詰めた雰囲気の中、演舞開始の太鼓が会場に響き渡ると、弓道の巻藁謝礼が披露されました。これは重要な儀式の際に最初に行われるもので、射手が2本の矢を放ち大会の安全を祈願しました。続いて薙刀による全日本薙刀の型や、曲に合わせて体型を変えながら行うリズム薙刀が披露されました。そんな能力揃ってる揃ってる。それぞれ の武道団体が日頃練馬している基本技とか、それから高度な技術をですね、県民の皆様に披露して武道の素晴らしさ、美しさというものをですね、実感していただくために、まあ、毎年開催しているものであります。その後も相撲の所作や空手道による型など、迫力ある演舞に観客からは大きな拍手が送られました。皆さん素晴らしい演技されてて、とても素晴らしくてかっこよかったです。あ、やっぱ見たことがないのですごいと思いました。お相撲かっこよかった。素晴らしい日本の文化をこれからも次の世代へと引き継いでいってほしいですね。毎月さまざまなイベントを開催している宮崎アートセンター、この日は木片を使ったクリスマスツリー作りが行われ、子どもおよそ15人とその保護者が参加しました。今回のイベントなんですけど、宮崎県の、森林環境税を使ってのイベントになってます。で、木育活動の一環になるんですけど、季節に合わせた工作ということで企画いたしました。知り合いの作家さんが作品を作った時に出てきた木の橋をたくさんいただいたので、ぜひこれを利用できたらなと思って企画いたしました。木片の他に準備されたものはモールやビーズ、どんぐりなどで、中にはアートセンターのスタッフがどんぐり一つずつに色を塗って作ったというサンタクロースもありましたよ。グルーガンと呼ばれる道具を使って木片を接着しデコレーションしていきます。素材を重ねたりモールで星を作ったりと、親子で協力しながら細部まで工夫を凝らしていました。
細かい。参加者はおよそ1時間かけて満足いくクリスマスツリーを作り上げました。飾り付けを頑張った。星が難しかったです。楽しかった。好きなところに自由にもつけてもらうっていう感じで、はい、好きなようにしてもらいました。毎年飾っていこうと思ってます。手作りのツリーはクリスマスムードをより一層盛り上げてくれそうですね。はい、やっぱああやって親子みんなでツリー作るとね、クリスマスが楽しいですよね。そうですね。クリスマスの話すんなって。そういうのやから今日はこれ。させてください。言ったよ VTR が。さっき言ったやん。しますよクリスマスの話。気分盛り上がると思いますよ。盛り上がりますよ。いや一人であれ部屋にあってん。いや一人やったら寂しいかもしれないですけど。みんなでじゃあパーティーしましょう。子供と親で作ったのですからこれは。うれしそうやった今。え？みんなでパーティーしましょうって言った時の顔が。なんかお前はどっちか。みんなでするやつやどっちやそれ。寂しがり屋の年坊ですから ね、 ね。でも職員さんがねあのサンタクロースをちょっと作ってみたりとかも ね、 ね細かい作業ですね。はい、木を使って遊ぶ、ね、木育っていうのもね、はい、すごいなと思って。うん、年季の温かさを感じますね。ね、はい、そしてもう一つ何ですか。ブドウのね。のうん、あのなんでなぎなたとかすごいですね。すごいですねなぎなた。なぎなたをねやろうってなるのがねまたかっこいいですよね。あそうそう。なかなかなくないですか。そうそう。やっぱあれよね、武蔵坊弁慶とか好きやったんじゃないですか。ね。うん、弁慶に憧れてっていうね。弁慶に憧れてないと思う。なんか読む方もすごい気合い入ってたもん。うん、でしょ。うん、おブドウかみたいな読み方。そう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 。だって俺空手してましたもん昔。あそうか、まあ。俺もちょっとやってたんですよね。本当ですか。ちょっとやってみてください。ちょっと肩やってよ。トナミちゃんやってください。へいへいって。へい。それ何何？ポテト上がりました。何？やめろ。え、そのあのポテト上げる大会で県人になったとかいいからもういいわ。塩振ってます。今お払いしておきました。はい。ね、武道家の皆さん大変失礼いたしました。もう。さあ、そしてもう一つ。はい、引き継ぎ式、の引き継ぎ式がしてましたけど。延長出てましたね。蛇です。蛇か。後ろ背中に見て書いてたから。でもあの色の蛇は絶対猛毒持ってますよね。一緒ですよ。蛇かお前は。蛇ですよそれ。毒は持ってない。毒は持ってないけど気持ち悪い。気持ち悪いとか言うの。え、でもあれ職員さんの手作りみたいな。ねえ、ですね。ヘビ？違う、ね、ね、衣装はね。はい、来年は馬年です。はい、というわけでお届けしましたわがまちレポートのコーナーでした。では CM の後は子育てナビのコーナーです。やられたらやり返す。のが良くない。